くよ。あっすね、これあと6百もなかまえは、カタワーは、こっちの辺から初めてかもしれないんで、かかとよりは、ややつま先よりも最初にかけて、で、右でも左でも先に、拳をまず、この小指をね、つけて、で、トンとやる方法なんだけど、これは、プロ向きなんで、我々みたいなアマチュアは、最初にグッと、この状態から、そう、利き足どちらでもいいんで、はい、どちらの利き足でもいいんで、踏み込んで、で、その時に注意してほしいのは、踏み込んだ足がこうなっちゃうと肩がねびれてしまうので、ね、トンとしてそのまままっすぐ、まっすぐ、だからやや足を外向きの感じで、うん、そうそう、そうすると強い、これが内向きだと、はい、向きだと弱い、あ、そうですね、これがしっかりあのやや外向きでこう踏み込むと、はい、はい、足を取ることはまず踏み込むどっちも、ほら強い、はい、押し負けなんですよ、はい、で手はこうじゃん、下からこう、下からあの焦点を上に向ける、はい、で小指からこう絞ってみて、そうそうそう、でなんかどういう掴むってほとんどないと思ってね、本当にこう相手が相手つまんない、はい、相手が見せつけたらやつをだからここで刺されちゃうんだ、脇が開いてる、引っ掛けるって、ありがとうございます。